はい、うん、ちょっとでみんなちょっとごめんね、あのお知らせがちょっと聞いてほしいんだけど、浜岸が、さっき、ちょっと体調悪くて抜けたじゃん。でまず普通に内科でね抗原検査したの、そしたら陽性で、うん、でその後 PCR 検査に行って今結果出たので陽性だったの。だからちょっとひよたんドームにとりあえず今のところ出れません、ね、でみんなそのまま PCR 行かなきゃいけなくなったから、ちょっとリハーサル今日切り上げて今から全員でリハーサルじゃない PCR に行きます。なのでちょっとみんな一旦楽屋に戻って荷物まとめて一人でちょっと病院に行きましょう。でひよりも今すっごい動揺してて号泣してるような状況だから、とりあえずみんなとにかく少ないことが一番だから、もう今から、まあ、もうできる限りになっちゃうけど車も多めにあるから分けて乗ってとりあえず急いで病院に行こう。はい、はい、行きましょう。はい、陽性いっぱいいたらもうどう考えるしかないよ。いやでもね、マスクしてて、で、なんか普通なんかひよたんが悪いわけじゃないので、コロナになったのはなんか全員でできないっていうのがなんかなんでこうなっちゃうんだろうっていうなんかムカつきました、コロナというものに。